だっけ。ジョブチェって何時だ。ああ、19時の鐘が鳴るの。トゥーンは、ヒラルキ姫が急いで小人の家に来るので、ここはヒラルキ姫ヤッホーって感じで、その後にヒラルキ姫が本を読んだり歌ったりして遊んでいるのがシゲさんにね。それでシゲさんはお菓子のことが起きた。今度はかくれんぼに挑戦しようって言って、最後ヒラルキ姫がいなくて、それがこうやってシグイって見えてた。あれいないよー。あーいたー。シゲセンもね、とうとう今度はその家に誰かが入ってきて、コンコン、そのコンコンコンって音は実際にあるの？ないよ。ないの？シゲ姫が走って開けたの。それだったらおはぎ様がいて、いつかお星様だから、いつか王子様はどうだから。で、王子様が、あいつ、白君が、大喜びして、終わってる感じで。その時の天気は、白君とか小人遊んでるのは雨だった。だから、お家で遊んでるの。王子様が来て、嬉しかった突然に、ポンって、ふわんって太陽が当たって、虹も晴れてたの。っていう感じ。私の、まあ、この中で一番好きなのはこの子かな、チップ。